クライブ、聞いたか？何の話だ？この前、ブラクソンを連れてドラボズって村に行ったろ。あそこの近くにある鉱山のあたりでエーテルだまりが発生したらしい。村はどうなってる？今のところ被害は出てないみたいだが、すでに大量の魔物がアカシアになってるって話だ。早いとこ手を打たないと村が襲われかねないぜ。なんとかしてやりたいけど、石の剣の中でもアカシアと戦える連中は限られてるからな。頼む、あんたの力を貸してくれないか？もちろんだ、放ってはおけない。助かるぜクライブ。ブラックソーンにはもう伝えたのか？いや、ドラボズはあいつの故郷だ。余計な心配はかけたくねえ。今はまだ黙っておいてくれ。そうか、わかった。俺は先に向かって支度しておく。現地で合流しよう。海が割れるなんて、どんな戦いだったんだ？ジョシュア、具合はどうだ？もう大丈夫じゃないわ。いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。でも歯が立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュア、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初のくさびが人をアカシアにするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。ここは？あ、待ってて。どうぞ飲んで。して明かりを船に乗せて御霊を隔離用にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。
世界を蝕む悪しき存在。私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな、付け入られたのは私。これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。もう行くの？ああ、世話になった。恩は必ず返す。気をつけて行ってらっしゃい、お兄さん。フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。ルサージュ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ、先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。エディータが書いた本、すっごく面白かったよ。じゃあ、今日は感想文を書いているでしょ。モリーの焼き菓子は食べた？絶品なの。俺はまだ食べたことないよ。
アイアンワークス造船所はもう使えない。シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。また何かの装置でも作るのか。さすがシド、話がお早い。今度は御堂工房長が考案した加熱炉を製作したいと思っています。これはブラックソーン工房でも使われている鍛造用の炉に大気循環機構を組み合わせてはるかに大きい熱を…失礼しました。簡単に言えばミスリル機関とは異なる手法でこれまでにない高熱を作り出す装置なのです。ただあまりの高温に達するため従来の仕組みでは基礎となる炉が持ちません。うまく熱を制御しなくてはならないのですが、その材料がどうしても揃えられず。そこでシド、その材料の入手に協力していただけませんか。ああ、力になろう。またみんなの生活が楽になる。ありがとうございます、シド。それで、今度は何を手に入れてくればいい。こちらの球体異物と呼ばれるものです。空の文明の異物か。以前ミスリル機関の排熱装置を作るのにも使ったな。ええ、あのミスリルの兜と同じく異物を用いて熱を制御します。温度変化に強い異物を組み込んで炉を守るとともに熱の対流でさらに高温にするのです。球体異物のある場所はすでに調べがついているのですが、近くには動く異物もいるようで。つまり奴らを倒して球体異物を回収してくればいいんだな。はい、お察しの通りです。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。ロザリアのアンバー近郊に広がるロストプルームと呼ばれる遺跡群に1つ、ダルメキアにある沈黙の吐息と、ザンブレクの降臨閣にも1つずつあるはずです。わかった、向かってみよう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。ジョシュア様、最近の食事はどれも似たりよったりね。支度はできてるか。何を作る。よし、できたぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。また来いよ。ドリスに事情を聞いてみるか。サロンにいるはずだ。ドリスはどこに。シド、誰かお探しですか。ドリスを見なかったか。話があるんだ。ドリス隊長は任務中であります。今回は単独で調査に当たるとのことで
少し前に出て行かれました。何の調査を？奴隷商人の調査であります。以前ノースリーチ近郊でベアラーを救助した一件から密売の手がかりをつかめたそうなのです。奴隷商人、あの時のドリスの言い方はそいつが何者なのか知っている様子だったが、俺も様子を見に行こう。どこに向かったか教えてくれ。はい、マーサの宿を調査中のはずです。どうかお気をつけて。なぜ単独で調査に？彼女に何があったんだ？お帰りなさい、シド。今度は灰の大陸、ウォールド王国。あんたも本当に忙しいわね。やあクライブ、協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。そういう話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。はい、どうぞ。じゃあな。この前は褒めてくれたのに。やあクライブ、待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから、今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。わかったわかった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義といこう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸暦843年のこと。
バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりから、かの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。帰還アインヘリアルを持ち出すと、大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的は、もはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなお、バルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールード王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所は、そんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない寄港地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも、我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。高額のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。クライブ、この箱を渡しておくわ。これは？あんたに必要な薬を詰めてあるの。ただでさえ怪我も多いんだから、せめてこれだけでも受け取って。ありがたくもらっておくよ。だがタルヤ、お前ももっと自分をいたわってくれ。ええ、わかってる。医者が病にかかったら元も子もないもの。お互い頑張りましょう。理想の実現までくたばるわけにはいかないんだから。まったくだな。このままではジョシュア様、何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨーテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、
薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですが、あの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様。希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。オーガストが来てるはずだ。早く合流しよう。来てくれたか、クライブ。オーガスト、状況は？今、石の剣の連中に様子を見に行かせているが、思った以上にアカシアが多いようだ。ひとまず、奴らの侵入を防ぐために北の門を閉めさせた。あと、村人たちも家の中に避難させてる。備えはできたか？あんた、いつぞやの。話を聞いたよ。まさか、あんたがあのシドだったとは。噂に聞いていた人柄とは随分異なるようだ。すまんが、力を貸してくれ。ああ、任せろ。俺にも手伝わせてくれ。ブラックゾーン！なんでお前がここに？石の剣の連中が騒いでやがったんだ。それで大急ぎで駆けつけた。ゾルタン、久しぶりだな。お互い随分と年を取っちまった。ドラボズを捨てたお前がどの面を下げて。捨てたってどういうことなんだ、ブラックゾーン。捨てたわけじゃねえ。村を出るしかなかったのさ。ここは大昔から火事を営んできた村だ。ドラボズの村長につく者は代々村で一番腕の立つ火事師だと決まっている。俺たちの師匠も掟に従って長になったが、その仕事に追われてまともに鉄を打てなかった。村長になるってことは火事師であることを諦めることなんだと思ったよ。ところが師匠は死ぬ前に次の王者として俺を選びやがった。それをお前は断って。俺はずっと鉄を打っていたかっただけさ。ゾルターンに王者を譲った後、掟を破った俺への風当たりは次第に強くなってな。こいつもかばってくれてはいたが、それも限度がある。だから村を出たんだ。違う、捨てたんだ。ゾルタン、俺は。二人とも揉め事になるようなら後にしてくれ。まずはこの村を守ることが優先だ。
ああ、心得ている。悪かったな、クライブ。すまん、俺が余計なことを言ったばかりに。とにかく今はアカシアに専念しよう。激しい戦いになるかもしれない。支度が済んだら俺に声をかけてくれ。クライブ、支度は済んだか？いつでも行けるぞ。よし、それじゃ俺とクライブは先行している石の剣と合流する。鉱山に乗り込んでの殲滅戦だ。ブラックソーンとゾルタンは後方を警戒しながら。オーガスト、大変だ。何があった？鉱山方面からアカシアたちが溢れてきたぞ。くそ、もう来やがったか。奥に大物もいるみたいだ。俺たちだけじゃ抑えきれない。とにかく先発隊を引き上げさせろ。こっちに合流させるんだ。了解。どうする、オーガストか。アカシアは動きが読めない。村のどこを攻めてくるか見当もつかないぞ。こうなったら鉱山に乗り込むのをやめて村の防衛に集中するしかねえ。いや、この村の戦力はわずかだからな。防衛に徹したところでいずれは押し負けるぞ。ああそうだ、戦いが長引くほどこちらが不利になる。だったら早いうちに頭数を減らした方がいい。だけどそんな戦力は。鉱山には俺が行く。アカシアが広がりきる前に叩けば村への被害も少なくできるはずだ。クライブ、すまない。ここは任せるぞ、オーガスト。ああ、分かった。気をつけてな、クライブ。これ以上先に行かせるか。ってわけか。これが相手だ。
これで終わりだな。村も無事だといいが。クライム、無事か？こっちは大丈夫だ。よかった。お前に任せることになっちまって心配したぜ。村の方は？怪我人は多少出たが、なんとかしのいだ。これでしばらくは大丈夫か？ああ、早く村に戻って連中に知らせてやろう。おお、無事に戻ったか。感謝するよ、シド君。これでまたドラボズは救われた。だがそれも今だけだ。エーテルだまりが消えたわけじゃない。迷い込んだ魔物がいずれまたアカシアになるだろう。危険が去ったわけじゃないんだ。安心はできないぜ。いっそのことこの村を出たらどうだい。ここに残るよ。この村で火事を続けることだけが俺たちの生きがいだからな。村の連中も同じ腹積もりだ。俺まで通りみんなで何とかやっていくさ。そうか、なら俺たちもできるだけ支援するよ。ブラックソーン、お前の協力のおかげで村を守ることができた。礼を言う。ここは俺の故郷だぞ。当たり前のことをしただけだ。俺はずっとお前がこの村を捨てたと思っていた。だがお前たちは二度もドラボズを救ってくれた。そして今故郷とも呼んでくれた。この村を捨てたんじゃなかったんだな。すまなかったブラックソーン。よせよゾルタン、謝るのは俺の方だ。お前に長を押し付けて勝手気ままに鉄を打ってたんだから。俺は村長として必死で働いてきた。金を稼ぎ村を豊かにするために。だがそのせいでこの村は職人として大事なことを失った。家事への強いこだわり。今のドラボスの職人は量こそ揃えられても質の高い装具を作ることはできない。俺がどんなに努力しても今の職人たちに俺の言葉は届かないんだ。この村は鉄を打つことを忘れてしまったよ。ブラックソーン、戻ってきてくれ。お前の技術を若い奴らに伝えてほしい。そしてもう一度あの頃みたいに俺と同じ鉄を打つことはできないか。ありがたい申し出だが遠慮しておく。俺とお前の道は大きく外れちまった。それに今の俺には仲間がいる。そいつらをほっとくことはできねえ。そうか。だが力になることはできる。ここの職人どもに教えてやるよ、鉄の打ち方をな。ブラックソーン。まあ鼻垂れビートのやつがすんなり門を開けてくれればだが。ああ、やつには言っておくとも。ブラックソーンはシドの一派は俺たちの仲間だと。ありがとう、ありがとうブラックソーン。よかったなブラックソーンのやつ。ああそうだな。シド君、これを受け取ってくれないか。ありがとうゾルタン。俺たちの村ドラボズとの友好の証だ。それと俺個人からも礼をしたい。村を救った英雄にふさわしい伝説の剣をな。おい、まさかあれのことか。師匠ですら断念した。
芸術品といってもいい代物だぞ。質のいい革、鋭い刃、強固な鉄、何よりきめ細かな細工が必要だ。そんなもんをどうやって。俺が何のために彫金を習得したと思っている？家事だけじゃなし得なかった高みにいつか登ってみせるためだ。俺たち二人の腕があれば今こそ師匠を超えられるさ。ゾルタン、二人でならいけるかもしれねえ。クライブ、こいつを隠れ家に連れて行っても構わねえか？いいとも。ゾルタンはもう俺たちの協力者だ。よし、隠れ家に戻ったら俺の工房まで来てくれ。忘れるんじゃねえぞ。クライブ、戻ったか？こちらの支度はできている。早速お前の武器を撃つとしよう。革職人カミルから得た頑丈な革、外大陸の文化から得た鋭利な刃、ドラボズの外胆から得た強固な鉄、そしてゾルターンの彫金の腕とブラックソーンの鍛冶の腕、俺たちの全てをこいつにぶつける。行くぞゾルターン。おうよブラックソーン。ついに完成したぜ。これが伝説の剣、ラグナロクだ。ラグナロク。シド君、大切に使ってくれ。ありがとう、二人とも。これで二人は師匠を超えたってことだな。何を言ってる、オーガスト。超えるってのはこういうことを言うんだ。クライブ、これを。これは二人で考案した伝説を超える剣の設計書だ。こいつを作るにはまさに伝説級の素材が必要だが、必ずやシド君の戦いに応えるものになるだろう。わかった、その素材とやらを集めてみせる。俺も伝説を超えるためにな。その意気だクライブ。それじゃあひとまずは伝説の剣を作った記念にエールで乾杯といこうじゃねえか。おう、いい考えだ。こんなに心がすがすがしいのも久しぶりだ。今日は飲みまくってやる。ああ、共に酔いつぶれよ兄弟。ようクライブ、何が必要なんだ？また来いよ。支度はできてるか？
またゾルターンと一緒に鉄を撃てるとは思わなかったぜ。何もかもお前のおかげだ。ありがとうな、クライム。しっかりな。ありがとう、アンブロシア。まずはこいつらを叩く。怪物を探そう。これだな。他の遺跡も調べてみるとしよう。頼んだぞ。Thank you.
行くぞ。ヨーテルっていたのはこの辺り。早速ソナソを探してみよう。奴らを倒してからだ。違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。隠れ家に戻ってヨーテに渡そう。ヨーテ、ストナソを取ってきた。足りるといいが。クライブ様、ありがとうございます。これほどあれば当面は持つでしょう。そうか、よかったよ。やはりお二人はよく似ていらっしゃいますね。恩義の危うさも厭わず人のために尽くされる、そういう兄弟なんだ。いろいろと心配をかけるな。いえ、クライブ様、どうか恩義お大事に。人は生きてこそのものですから。ああ、分かってるさ。ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。いらっしゃい。持ってってくれ。ほらよ。持ってってくれ。毎度。持ってってくれ。はい、どうも。他に売るものは？
ほらよ。次もごひいきに。こんな空でも腹は減るんだ。みんなのためにも店は開けんとな。アカシアにやられた傷。じゃあね、ドリス。久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ？お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ？申し訳ありません。古い知人が手がかりをつかんでいると分かったのです。今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人、さっきのやつか。それで何か収穫は？はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によれば、ここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなると、ことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んで、ベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では、後ほどバーム立教で合流しましょう。クライブ、ちょいと頼みがあるんだよ。ウェイド卿に野菜の種を渡したくて。イーストプールは当面の間、食料の確保が問題になるだろう。もちろんうちからも支援をするつもりだけど、ゆくゆくはあの村で食料を作らないと暮らしていけない。それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知れば、ベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ああ、いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないか、ウェイド卿に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ、よろしく頼んだよ。ああ、わかった。おや、クライブ様、今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。これはありがたい。
今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして、種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた、ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを。ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。何事だ。先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか。俺も手を貸そう。だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる。どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド卿や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどここを、この村を手に入れた。違うのかい？イーストプールはあんたたちの村だ。家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る。そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ。いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい。ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら、自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を。武器をください。私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。
私にも戦わせてください。私に武器を。そうだ、俺たちだって戦えるんだ。そうだろ。やれるよ。やってやるさ。イーストプールを守るぞ。ありがとう、マーサさん。うん、話は後だ。みんなのためにも私らが戦う姿を見せなきゃね。うん、ええ。頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全隊守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか。はい。チリジリに戦っても被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド卿、あなたは後方に回りこの作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は俺に任せろ。なるほど、やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド卿も。それじゃ、私らも行こうか。いつでも行きますぜ。そろそろか。来い。イーストプールを守ってみせる。全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした。リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな、宿場も近いぞ。ウェイド卿、戦況は。
戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド卿は周辺の敵を頼む。承知しました、クライブ様。どうかご無事で。やったか。イーストプールに戻ろう。それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった、イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして、これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。
随分と頼もしくなったな。クライブ様、私は思うのです。ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルウィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド卿。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド卿、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ、あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか？スティルウィンド湿地の任務のこと。あなたにお供し蛮族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時、クライブ様は強大なモルボルを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです。いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですが、これからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか、あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド卿、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください。クライブ様、さまざまなお力添えをありがとうございました。ではまたな。待ってたよ、クライブ。今回は本当に助かった。届け物どころかアカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。ならここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ、受け取っておくれ。ありがとう、いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしても、ああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな、聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でも
そんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおいき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。ここは歩きの方がいいか。行くぞ。奴らか。だがあの女、確かマーサの宿でドリスが話していた。この辺りでベアラを集めるのももう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか。当然さ、こんなところでミスミス捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ。次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレックに運んでくよ。は、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。やれるものならやってみろ。あとは貴様だけだ。
やれやれ、みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ、好きにしな。シド。なるほど、あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなによかったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね、あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど。ねえ、私の剣、戻ってくる気はないのかい？今の私はベアラーのための剣です。もうあなたのものではない。最後にそれだけ伝えたかった。さようならご主人、あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣か。まったく、本当によくできた子だよ、あんたは。奴はどうする？私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、分かった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件、改めて隊員にも伝えておきます。手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。ベアラーたちも直に保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪、厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで改めて覚悟を思い知りました。隊長の下でもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。だと思ったらみんなボロボロ。何があったのかしら。
これは閣下、不死鳥教団に御用向きでしょうか。確かお前たちはアルテマの調査をしているんだったな。何か分かったことは。いえ、お伝えするほどのことは。そうか。アルテマは我々の歴史に深く関与していると推察されます。そのため各地の伝承から遺跡まで多岐にわたって調査しているのですが、なかなか。空の文明の遺跡まで調べているのか。ええ、フェニックスゲートをはじめとしてアルテマの痕跡は遺跡にも見られます。我々にとっても重要な調査対象なのです。なるほど。閣下も興味がおありの様子。よろしければ少々お力添えをいただけるでしょうか。言ってみろ。現在クジェトフという村を調査しています。空の文明の遺跡を礎に作られた村で我らの一翼を派遣しているのです。間もなく報告書がまとめ上がる頃合い、お急ぎでなければその調査報告書を回収していただければと。いいだろう。感謝いたします閣下。調査を進めているクジェトフはこのタボールから道なり、タイタンの通り道を進めばじきにたどり着けましょう。わかった。どうかお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。さて、そろそろダルメキア軍とのエアラー買い取りの交渉も終わる頃だ。うまくいっているといいが。取引が成立したらすぐにでも動かないといけない。こっちも支度を進めているが、今回の輸送はかなり規模がでかいからな。クライブ、あんたも力を貸してくれないか。もちろんだ。助かるよクライブ。俺はこれから改めてベアラーたちの移送経路を確認する。あんたは姉貴に取引の状況を聞いてきてくれるか。ああ、わかった。それじゃ頼んだぜ。Thank you.